バーチャルイーゲーマーです。よろるげま。本日はですね。なんと、バーチャルイーゲーマーのキャプチャ環境を大公開してしまいます。キャプチャ環境の大公開とかした方が、チューバーっぽいかなって思ったから。この通りです。わぁ。ですね。これは、最初からこうキャプチャしたいぜという、確固たる意志のもとに構築された環境ではなく、必要に応じて、継ぎ足しでやっていったら、なんかこうなっていたものです。しかしながらその割には、シンプルかつ広い範囲のキャプチャを、カバーできている気がします。やったね。使っている機器は、メイン PC とゲームとテレビを除けば、3つに絞られます。見ていきましょう。まずはキャプチャーボード、皆さん大好きマイコンソフトの。なんか、これ。デスクトップ PC のスロットに直接ぶっ刺し、映像を取り込むタイプのキャプボです。購入したのはかなり前なので、定かではありませんが、確か、3万円ちょっとのやつ。コンポジ、S 端子、DVI、HDMI を読み取れる、便利なキャプチャーボードで。しかもスルー出力、つまり、取り入れた映像を PC に表示しつつ、別機器に出力する機能がついています。PC に取り込み表示される映像は、どうしても、遅延が発生したものになってしまうため。このスルー出力で、PC に映像を取り入れつつ、テレビにも映像を流しているわけですね。テレビの映像は、PC よりは遅延しないため、全く違和感を覚えず、ゲームすることができます。あとこちら、DVI 入力をゲーム映像のように取り込めるので、PC98 のような。古いパソコンのキャプチャも、できてしまいます。めちゃめちゃ便利。ちなみに絶版です。しょうがないね。続いてアップスケーラです。皆さん大好きフレームマイスター。アップスケーラっていうのは、コンポジット入力みたいな、比較的粗い解像度の入力を、HDMI のようなバキバキの映像方式に変換出力してくれる機器のことを言います。多分そう。アップスケーラの商品自体は膨大な量がありますが、こいつのすごいところは対応信号の多さと利便性で。まず、HDMI の入力が2口。コンポジットと S 端子にもしっかり対応。行くところまで行ったゲーマーの星であるところの RGB 入力も取り込めますし。地味に D 端子の入力にまで対応しているのも嬉しいところです。プレステとかが綺麗に映りますね。あとは、日本のテレビでは表示できない、パル出力の映像なんかにも、きちんと対応しています。それでいて映像の遅延が少ない。というか、ほぼ感じられないくらいなのが、すごいところですね。さらに偉いのが、付属のリモコンで、入力信号、画面の明るさやキャプチャ方法など、すべてワンボタンで切り替え、設定できる点です。おかげでセレクタ的に使えますし、めちゃ快適。とまあ便利なのですが難点もあり、信号が切り替わるたび、数秒間、画面調整のため、映像が途切れてしまいます。ファミコンや HDMI のゲームなら、遊び始めに数秒待つくらいで、別段気にならないのですが。プレステ2のゲームは、ゲーム中に信号が切り替わるらしく、ムービーシーンに入ると、映像が途切れるなどします。絶版になってなお、需要が高く暴騰している商品ですが、ご購入の際は、よく確認をした方がいいでしょう。というような商品に、各種映像をつなぎ、HDMI 1本で出力し、先ほどのキャプボに接続。そして、リモコンのボタン一つで映像を切り替え、様々なゲームを変わる変わる、楽しんでいるわけですね。ただ、様々なゲームハードがある中でも、特にコンポジットのハードは、数が多く。そして、差し物フレームマイスターも、赤白ファミコンなどの RF 信号は、読み取れないという弱点があります。それらを一気に解決してしまうのがこちらです。コナミのゲームセレクター。もちろん絶版。これはですね、見た目はよくある、コンポジット入力信号のセレクター、つまり、
赤白黄色の端子を複数繋いで、スイッチ一つで信号を切り替えて、出力できるやつです。こいつのすごいところは、RF 信号の端子を取り込み、コンポジット信号に変換して、出力できる点です。そして地味に便利なのが、映像と、電源出力がセットでスイッチできる点で、最大4つのゲーム機器について、コンセントまで、これ一つにまとめられてしまいます。すごい。実際の使用シーンを見てみましょう。わぁ。で、電源一つで、ファミコンとあたり2800が。もちろん、コンポジ入力の機器なら、スーファミでもルーピーでも 3DO でもスイッチング可能、すごい。っていう機器から伸ばした、コンポジ出力を、フレームマイスターのコンポジ入力につないで、あらゆる出力方式のゲームを、遊べるようにしています。まあ実際には、これだけやっても、主に使う映像信号は、3種類くらいだったりしますが、でもまあ、できることが多いと、いざという時便利ですし、心にゆとりが持てますし、いいことだと思います。ということで、参考になったかな？ご紹介した機器類は、なんとすべてが絶版品ですが、まあ、もっと安くやる方法は、たくさんあるはずです。ゲーミングライフは、十人七色なのですから。バーチャルeGゲーマーの薄井が、ゲーミング情報をお届けしました。ゲーミングチャンネル。